月夜の晩に少女が一人王様でも馬でも兵隊でももう元には戻らない飼ってたインコが卵を産んでそれは可愛いひヒナになったの生まれたばかりのヒナは小さくて本当に小さくて丸まったまま震えてた私は毎日インコの水と餌を取り替えたよヒナはすぐに大きくなったよ 今は、綺麗な緑色の羽がいっぱいで、カゴから出すと元気に飛び回るの。もうすっかり大人のインコです。大人のレディーのインコです。だけど、インコが大人になると、私はちょっぴり寂しくなる。このインコのお母さんインコがヒナの時も、さらにそのお母さんインコがヒナの時も、私は覚えてる。 私も早くレディーになりたい。ママのようなレディーになりたい。私のママは若い頃からパパの懐中時計を大事にして、いつもポッケに入れてたのを知っています。直帰から時計を取り出すギを追いかけて、私はこの世界にやってきました。 髪をなびかせてて帰ってきましたスーパーパアイドルみんなまさかちびおさんのこと忘れちゃいないよねく子ママケンジパパシンゴ兄ちゃんそれに信じられないけど実はセーラームーンのウサギみんなとっても優しくて私はこの時代の月の家のお家が大好きです30世紀の未来にあるお家クリスタルパレスと同じぐらい大好きです どちらの時代にいてもどちらのお家にいても私はいつも今いるのとは違う方のお家に何か大事な忘れ物をしているような気がするの何か大切なものをもう一つの時代の方に忘れてきたような気がするの未来のパパキング・エンディミオンはその忘れ物を自分で見つけてごらんと言いました その忘れ物がいらなくなったときお前は素敵なレディーになれると思うそれは自分で見つけなきゃならないんだとソーキングは言いました王様でも馬でも兵隊でももう元には戻らないポンポンポンルナピーボールを追っかけてピンクの髪の少女が一人ニにやにやうルナピーと ルナピーなしのニヤニヤ笑いだからあたしは自分の忘れ物を見つけるためにこの時代へと帰ってきました今度インコに会う時はあたしも素敵なレディーになっていたいと思います